はい皆さんこんにちは平島ですはいこんにちは矢吹ですよろしくお願いします、うん、今回からですねいよいよですねあの新しいコーナーにしようかっていうこと言ってましたよね

ひすすら平野やっていいきますよ <laughs> よろししくお願いしますうす、ね、もうこれねまあ我々結構ここまでもわりかしひたすら平野だったんですけどそうなんですよ結構ねはいでですねあの今日コーナー化したきっかけだけちょっと最初に語り合っていいですかどうぞえと今日取り扱うのはですね平野啓一郎さんですね平野啓一郎さんの「お結界」っていう本ですね <laughs> あのまあ、結論から言うと、この本のせいですねあの、このコーナー化しなきゃいけなくなったのは。<laughs> ちっまだ読んでないのに、当時、もう結界だ、結界だって言ってたから、<laughs> <laughs> そうなんですよ、あのまあ、そもそもあの平野さんの本、これまで取り上げてきました、あのマチネの終わりにからとか始まったような気がしますけれども、のね、その次にある男っていう本を取り上げて、あちょうどあ,のある男、えー、今週から、えー、映画が。ああ そうだね、はい、劇場公開ですね、そうですね、えーはい、になってですね、えー、つい先日、ですね,、えーねえっと、NHK のそうでそう、空白を満たしなさいっていう本が、この前 NHK でドラマ化されたかなと思うんですけれども、あのちょうどその時それを読んで,です、ね、でああ、平野さんの本、面白いなーっていう、その時まではまだ別に。 語ろうと思ってなかったんですけど気がついてなかったんですか勢い余って結界を読んでしまったんですよね。でこの結界、ね、2冊今回やりましたけども超大作でですねあのもうこれこの人の本なんだってこうもや,もや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 ってですねこう考えさせられる分がものすごく多くてですねこれ平野文学やなとちょっと感じてしまいまして、ね、平野っていうこれもうもはやジャンルだなと思って、ね、なんか 他の本と比べるとか、そういうなんかこう、細かいというか、なんかちっちゃな話はもうしたくなくてですね、もう平野さんの文学をちょっと一旦追求できるところ、追求してみようというところでですね、定期的にもう平野さんはもうあげ取り上げて、月に1回ぐらいできたらいいなと思いながら、今回、結界をやろうかなと思ってますす、ね、いや、いいす何気にだって結界がさ、2006年だからね。そうそう、2006年、もう10年 ?16 年。2006年 ?2006 年 すごい前よね、15年以上前ってことかええー、そんな前なんや。そうんええって感じで、ね。ちょっとびっくりですよ。で、確かに時代背景が、そういう描写出てくるでしょ。ああ、そうそう、2006年っぽいイラクとかさ。あれ、そうね、湾岸戦争とか、ああれは過去でなくて、その当時の話だったってことか。北朝鮮から帰ってきたとかもさ、ずっと言っちゃったけど。あそうそう、そ,そうそうそう、あれ、まさにその時なんや。 そうなんだからなんか、うちらからするとずいぶん昔を書いたような雰囲気だけれども、はいはい、そんなことではなくて、リアルですよ、もう昔を書いた雰囲気でも全然よかったって、なんかつながってますけど、そうなんです。当時、帰ってきたという感じでしたよね、はい、いや、すごいですね、あの時のライブの情報なんですね。 とはいえ、この結界っていう本はですね、えー、非常にあのセンセーショナルな内容でしてですねあの、まあ、なかなか映像化は難しいだろうと踏んでますあなかなかその話も、ね、出てないんだろうね、きっとね、分からんけどね。あ難しいです。で、多分ですね、あのー、これ、読破するの結構大変なんじゃないかなと思うんですよ。うん、まず長い長いいね 長いの、ね、に結構難しいんだよね。そう長いっていうのが、全体も長いし、セリフが長い。誰が喋ってるか途中で分かんなくなるよね。もうこれ、これね、平野さん入っとるやろみたいな。<laughs> 途中でね。で、これを読んで結構、平野さんが言ってた、言ってたっていうか、他の,あの読書のやり仕方みたいな本があったじゃないですか。本の読み方かな、ね。<laughs> あーで多分僕の本はこんな感じで読んでくださいっていう本なんだろうなって僕はこう改めて思ったんですよ。今回もまあネタバレ結構い,いきますのでネタバレ前にちょっとぜひ皆さんはです、ね、読んでほしいなと思うんですけれども、はい、あのこのストーリーは、うん、あの事前に先ほどちょっと話したんですけどそんなに長くないっていうリーはストーリーは、うんまあ、自体はねひ自体はひ非常に、まあ、シンプルっちゃシンプルなんですけれどもおその セリフの中で出てくる背景とかです、ね、思考、哲学的な言葉が結構出てくるし、これまで僕らが読んできた本の内容とかもまさに組み込まれていくので、やっぱり単なる小説では収まらないですね内容にちょっとなっているかなと思うので、そうやっていろいろ日常を含めて考えることが好きな方は、ぜひトライしてほしいなと思うんですよね。うん、うんん なのでですよ、だからあの別に15年前に書かれた本だとしても、すごい新鮮に読めたっていうのが一番あるのかなと、そうね、そうだと思います。なんか内容はその、ね、確かに古めなものはあるけどね、テーマはすごい新しい,い,、ねはい。で、えっとね、ちょっと結論じみたことをちょっとだけ語るとですね、まあ、この内容がどうっていうかですね、あのー、結局、なんかこう、なんかいろんなことが僕らの日常でも、こう、 患者さんの話を聞いて、病気を診断して、治療して、いろいろそこから寄り添うみたいな話がありますけれども、あのー、なんかこう、まあ、病名って、やっぱりこう、ラベルみたいなもんで、こうその病名と患者さんのこのストーリーってもう、もう10人といろいろ全員違うので、えー、と決して当事者にはなれないじゃないですか、自分が、その,、うん、その家族にもなれない。 んだけれどもその,その背景にあるストーリーは実はものすごいことが裏では起きてるなっていうのをなんか詳細に見ていけるっていう本だなと思って。 なんかこの平野さんが書く文章は僕らがやってるこる逆側の僕らは問診という形で一人ストーリーを引き出す側なんだけどなんかその作る側としての,あの,この平野さんの,この考えとかも含めたストーリーがすごくなんか面白いなあとなんかやっぱ時事問題の切り取り方みたいなこうなんていうんだろうねこう普遍的なテーマというよりもまさに今起こっていることを。 うんうん、小説にしてそうね。だからそれはなんか、そね、そのひたすら平野の作品に <laughs> 普遍的に言えることな気がするけど、その <laughs> うん、うん、現代を、例えば AI の話とか、まさにあの、本心とかもそうですけど、そう,ね、そういうものがこう時代に出てきたときに、それをうまく取り込みつつ、小説にしていくんですよね。そうね。今日ね、あそうそう、あすごいアメリカとイラクの話、ページされてないんですか <laughs> <laughs> すごい書いてたけど、ねうん、なんか全然理解できなかったんですよ、僕は。あ<の>ね、ピンとこないところもあるでしょ。ね、ピンとこないのは、もう、も,ものすごい前の実事のネタなんで、うん、その時自分がついててなかったから、あんまりピンとこないんだなっていう感じです。逆に、でもその時これを、まさにその2000ごめん2008年だったけどさっきの。2008年,2008年にこの作品を見ていったら、なんかもうめっちゃ今を。 まリアル感が出るんじゃないかな、うんうん、つまり今生きてるこの時代の話としてすごく捉えられるみたいなところが、そこはね、すごいやっぱこう面白いなと思うよね、やっぱり。じゃあ、いきましょうか、えーとはい、各のごとくなんですけど、<laughs> どうしようかなと思ってたんですけど、あの前回お話ししてたように、うん、まだ手は感知してないじゃないですか。 <laughs> そうですねあ。あなたね、それないんですかって知らんけど、そうなんだろう、ね、あの、ね、僕の手はまだ感知してない。ないえでも、だいぶ、だいぶ曲がるようになったんですよ。ある角度あのより伸ばすと、いけっ,ってなりますけど。 うんうん、そんな中で、ですねあのもうこれ、ついこの,この始まる直前にちょっと申し訳ないですけど、きったない手書きでですね書かせていただいた登場人物だけ整理しておかないと、とはいえ、これ、話が登場人物だけでも20人ぐらいは出てくるので、これ、僕ら2人の共通の項目として、ちょっと共有させてもらおうかなと思うんですけど、これでいきますかね、こ,これでいいの うん、こっちなんか逆になってるな。ああ、そういうことか。まあ、はい、まあ、<れ>まあ大丈夫です。はい、今、画面あで、まあ絵、絵的には見えてます。で、あのー、<え>まあ一応ですね、うん、いいですか。まあとりあえず大丈夫です。これ見えてるので。あのー、はい、まあ。 読んでほすね。<laughs> あの2冊ものすごい長いですけど。<laughs> で、あのテーマは死,死だったりするんですよね。あのもうこれ残虐な話ですね。もうあの絶望みたいな話ですね。罪罪だよね罪罪と許しって話そうですね。あのまあ結構僕ら好きですよね、こういう話 <laughs> とはいえ <laughs> そ、ね。そんなのばっかり、ね、あまあ闇とかですね。まあそういう話になるんですけど、もう結論言うとも、まあ、人が死にますね。えー、で、えっ、ー、とーまあちょっと簡単に。 この人脈図的なものを登場人物の主要な登場人物だけこう書き出したんですけれども、うん、ちょっと簡単にお互い整理した上でいきましょうか。ちなみにね、うん、あの今回、あの矢吹先生は、えー、とオーディブルで聞きまくったんやね。そう、だから実はね、文字として初めて読まなかったから、なんとですね、こう初めて、あこの感じなんだっていう感じです。今あでね 僕思ったんですけど、うん、この今回のこの結界の本のですね、このオーディブルの読まれてる方、読み手の方、めちゃくちゃうまいと思いました。ああ<ー>、<う>いい声だったよ。いやいや、早送りだったからいや。早送りでもやっぱりこう入り方が、<laughs> 僕はね、本当に耳で聞きながら目で追うっていうのをやってたんですけど、あ セリフってこうやって読むとこんな感じになるんだっていうのがすごくやっぱりうまくて、特にこの凶暴化した人間の言葉の力がものすごい怖いんですよ、ねよね、このリ,アリティだったよねぜひオーディブルでお楽しみくださいって言いたくなるぐらいいい,い,いあのあのマッチした方だったなぁと思いました。男性の声ですけれどもね。うん でででいきますでですねちょっとこのストーリーを言いたいわけじゃないんで、やっぱりあの前提言わないと何言ってるのか分かんなくなるので、あのまずストーリーだけをちょっと簡単にいきますね。えっ、ー、と主人公は、えったかしでいいのかなと僕は思ってとます。メインは、たかし、りょうすけ、よしえっていうこの3人なんですけれども。 おもうネタバレガンガンでいきますよ、ここから先は。もうねえー、ここから先はもう遠慮なくネタバレしますので、えー、ぜひ読んだ後にここから進んでいってほしいなと思うんですけど、うん、えかとりょうすが対照的な兄弟で、えい、ー、で、お兄ちゃんの高か弟のり介沢の隆沢のり介なんですけれども、り、えー、介うすあは結婚していて、よしえという奥さんがいます。でイメージは いいくつぐらいかな。三あ三十歳ですね。三十歳の良介でしたよね。それそれぐらいの年設定で、えっ、ー、と良太が三歳だったかな。うん、えっと,、うん、と、どこですね。で、お母さんは和子。和子も面白いですね。で、えっ、ー、と、和子で春夫、父親が、ね。 ちょっっととこの両親がまた濃いんですよねえー、と父親がちょっと心を病んでるっていう設定で始まっていくっていうところで、うん、えっと家で、えー、結構伏せてる。で、これ設定がね結構僕あの親近感を分けたのはです、ね、北九州なんですね、えー、実家が。<laughs> 地元ね。これはね、あの、うんね、えっと広野さんの実家も北九州みたいですので、あのそこらの描写はね非常にうまいんですよね。北九州らしいこの あの方言がですねでそれ読んでた確かにオーディブルでね、方言が九州の方言がひたすら聞,こ、はい、聞かれた感じでしたね。はいはい、すごくうまいですよね。で、春雄和子、お母さんの家族ですね。で、えっ、ー、と、まあ、あのー、始まりはですね、えー、とこの良介と吉江と良太でですね、北九州に帰省するっていうところから入っていくんですけれども、えー、とここの高志の周りに女性が今、4人書いてるんですけれども、 えと誰とも結婚してません、か、え、し、ー、は独身で、す、えー、介はあ奥さんがいて、子供がいるっていうんですけれども、性格がですね、まあ、ものすごく対照的で、か、え、し、ー、は、えー、と東大卒で、えー、国会図書館で勤務している超エリートですねあの何、国会議員の人たちの資料を出すっていうような仕事ですか官、ね、僚だよね、そうだね、官僚だね、そうだね。うん でえー、一方、凌介は、えっと、会社はちょっと覚えてないけど、まあ、会社員で、えー、なんか化学薬品かなんかのかやつで、開発、研究をしてたけど、それもダメで本社に戻ってきたみたいな、ちょっとうまくいってない感じの人ですよ、ねはい、そ,うそうそうそう、で、えっとですね、まあ、分かりやすく言うと、まあ、お,お兄ちゃん、高司に対して劣等感をずっと感じて、子供の頃からあ育っていったんですよ。でただ 北九州もものすごい田舎で、この春夫からしても、あるいは和子からしても、高司と涼介をどう,こう扱っていいのかっていうのを、多分すごく苦悩して育てたんだけれども、どちらかというと、高司の異様なこう優秀さについていけなかったんですね、むしろ。っていうイメージでいいですか、これは大丈夫ですか。うん、うん、どうやね。ですよね。で、 であなんか、かし最高じゃんみたいなね。で実際、かしはそういうエリートなんだけれども、めっちゃモテるわけですよ。で、えー、と子供の頃から、もうすごくあのモテはやされてたような、モテモテキャラで、えー、と今もおー、羽田地図っていうことを不倫してて、さっきっていう彼女がいて、えー、と大曽根美奈、えー、っていうあの彼女もいて、元彼に山上義之っていうのがいるみたいな。 もっと言いましたけどね、多分ね、あね。まあ、こんな感じでいるわけですよね。何人も、あの、いいですね、これ、どう思いますかねっていうとこですか、これは。<laughs> そうだね。まあ、<え>あの、うん、なんて言うんだろう。しはでも、多分あの、すごい器用なんだろうね。うん、うん、うん。だから、こう、相手に、これちょこちょこ出てくるけど、はい、こう、相手に、こう、いろんな意味で合わせることができるので、 うんうん、その変なレベ,レベルに合わせるみたいな感じをちょっとイメージとしては思ったんだけど、うん、だからもう、なんかある意味、お釈迦様状態でいろんなことが分かっているので、その人にはそのレベルでみたいなことで合わせていけるからだ、だ、まあ、ある意味、モテるはモテるよね、相手の言うことに対してきちりと、うんで。逆に今でも本音が見えづらいっていうところがみんなが感じているところで、そうそうでここが何,何せ文人主義なんですよ。そうですね,、ええでね <laughs> これね、ここ勝手なイメージね、うん、ここから入ります勝、ねね。勝手なイメージなんだけど、これ、あの平野さん自身をですね、かしにだいぶ投影してるんじゃないかなと結構感じたんですよ。ああ、そうなんだね。ちょっとそこはよう分からんけど、そうなんだなあ。勝手にですよ、勝手に、うんあの。これまでの本も、本にしても、あの主張にしても、なんかここか、貴司に載せるところ結構多いかなとか、ちょっと思ったんですよね。で、今回、うん、その新しく文人主義っていうのは、 あのこれまで「あのマチネのわりに」とかある男で語ってきましたけどその10年以上前に書かれた本なんでねあの初めて文人的な思想が出てくるっていうところになるんですけど、まあ、なんか結構葛藤が面白かったなとか思うんですけどまあまあまあそんな感じと。でえー、とーまあ涼太も何かこう貴司に懐いたりとかよしえの相談に貴司が乗ってあげたりとかすることで亮介は何かえっ、ー、お前。 なんか奥さんがお兄ちゃんに取られてんじゃないかみたいなちょっとこう妄想じみた感じになってしまって家庭内がものすごくぎくしゃくになっているとこの春夫はあ実家に子供が帰ってきてもずっと部屋で寝,寝たきり状態になっててと春夫と和子の関係もうまくいってないで、えー、兄弟も一見こう良さそうな感じなんだけれどもちょっとぎくしゃくしているっていう中でストーリーが進んでいきますでえっ、ー、とーまあそんなもんかな あのまあ、で決定的な話をすると途中で涼、えー、介が、えー、と殺されるわけですよね。で、えー、その殺されてどうなるっていう本ですね。最後。しでね、まあ、結局何あとその殺,殺されることで、まあ、誰が殺した殺されたみたいな話になっていくんだけれども、まあ、そこら辺が若干サスペンス感になるんだけれども別にサスペンスではこれ実はなくて。 えと誰,が殺誰が殺したんだって思いながら読んでいく本ではないっていうところが結構面白いっていうか、この、えー、と犯罪者と犯罪被害者、犯罪被害者家族の心理をものすごく深く書いていった本だと思うんですよね。その中に文人っていう思想がまた入っていくっていう感じになるんですけれども。 し、えっと、はこうど昔からの友人の室田とか、えっと、職場の部下の岸辺とかの会話を、まあ、すごくものすごいインテリトークしますけれども、そこら辺で自分の考えをばーっとこう言っていったりするシーンとかがあったり、うんえっと、一方で、涼、えー、介が死ぬんですけれども、それを疑われたしが、この刑事とのやり取りをするっていう中で、 えー、ものすごいやり取りがあるっていうところかなと思ってます。いいですかい、うん。いいそうですね。大体、あの、そうそう、はい、主,主のこうお、出てくるキャラクター、うん、これぐらい、あと言ってないのは、この本田家っていう、本田家っていうか、このおじさんかな、和子のお,、ね、お兄さんの翔一さんがですね、僕なんか救いみたいな感じかなと思ったんで、どうしてもここに書き入れざるを得なかったんですけれども、お医者さ,さんの、 小一はですね、この春雄さん、病院連れてった方がいいよとか、こういうアドバイスするんだけれども、どうしても、この、えっと、沢野家と、この本田家、本田和子、本田家がうまくいってないので、春雄はひたすらずっとこう機嫌が悪くて、頭がおかしくなっていくみたいな感じになっていくっていう感じですかね。いいですか、うん、ちょっと協定しますね。はい。でですね。 あのまあ、そんな感じです。別にそのストーリーがどうっていうところよりは、この中であのまた改めて具体的に言いながらいこうかなと思うんですけど、えーとまあ、2冊あって、ですね、まあ、これずっとこう2回読みしてです、ね、感じたのは、ですね2回目読みがむっちゃ面白い本でしたね。ああ、そうだね。2回目、いや2回目、劇だったけどそうですね、これ、あの1回目、もうなんていうかな、もうこれ本当にストーリーじゃないので、やっぱり、それの中に出てくるセリフがものすごいので。 えっと、それを改めて2回目聞きしたり2回読みすると、まあ、あの深読みすると結構面白いというのが出てくるのかなと思ったので、えっと、どうしましょうかねあの矢吹先生からでもいいですし僕からでもな簡単にこう気になったよっていうのを、うん、ちょっといくつか取り上げながらちょっと深掘っていきたいなと思うんですけれども、うん、こんなあったよねでもいいと思うんですけどあの結構さセリフが長いので僕これ「引をします」っていつものようにちょっといけないんだよね。 引用したいのが一ページ分ぐらいあったりするのよ。ああ、なるほどね。うん。うん。うん。あ、じゃ、僕から最初言っていい。うん,うん。うん。最初に僕、衝撃を受けたのは、二度読みで気づいたっていうか、衝撃を受けたのが、うん、えっとね、たかしの帰郷っていう二章目ぐらいだと思うんだけど。えっと、まあ、要は、さっき言うと、りょうすけが実家に帰って、今度はたかしが遅れて帰ってくるって話なんだけど、その直前に不倫相手。 の地図と会った後に、さっきかなさっきと会って、さっきを送った後に、なんかね、幻覚みたいになったでしょ覚えてますうん,うんうん。あのじじじ、自分が死んじゃう幻覚を見ちゃうやつ、ね。そう,そう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 。自殺飛び降りちゃう幻覚のところ。あのー、あのシーン結構僕の中ではセンセーショナルで、うん、あのー、なんていうのかな、その、まあ、さっきちょっと言いましたけど、凌介と 凌介はどちらかと劣等感を感じてる。高司は有能感を感じてると思ったら全然有能感を感じてないんですよね。で高、早速でいきますけど、文人たくさんの例えば3股、4股してるとしてそれぞれで自分がいろんな顔をしていくし、うん、それをこれまで器用にやっていたんだけれどもなんかこう 自分が逆に分からなくなっていって、ま、まあ、もうある意味、なんか僕らこれまでさ、なんかこう、文人を使い分けて、あの、向き合っていくと、なんか、うまくいくよねとか、コミュニケーションに困らないよね、みたいな話をこれまで、ちょっと、プラス気味に話してたんだけれども、うん、なんかこの、えっ、ー、と、隆は、どちらかというと、それがもう本当にわけわかんなくなってしまって、うん、えっと、最終的には死んでしまった方がいいんじゃないかっていう、 想像の中でそれが厳格化していくっていう、実は死にたいって自分は思ってんのか、うん、みたいなところに、ちょっとなんか、衝撃そ、その後の展開はさ、いたって普通の人なのに、うん、ずっと普通の人をその後演じていくのに、のまあ最初のシーンだけ、ものすごい戸惑いから入っていくじゃないですか。なんかちょっと気が狂っちゃった感があるよね。そそそそそそう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  あのこの時のさ、その幻覚に対して、しがひたすらかか語り続けてるところが狂気じゃない。狂気,狂気、狂気。なんか、沢野さんたちっていうふうに考えた方がいいと思うんだよねとかっていうことを言い出しちゃうところがあるじゃない。だからもう文人が、文人はそれぞれ別な顔をして、いい部分と合う部分でそれぞれとつながり合うんだ。だからそうやって自分は使い分けて、 ももうそれもみんなひっくるめて沢野さんたちって呼んでもらっていいと思うんだよねみたいなことを言っちゃうところが <laughs> あっていやすごいまあでも究極的にはある意味とてもこうスクレバーな人だからそれぞれに合うものを接続するものをこう選び取っていけるのでこの人にはこの顔ってやっていくんだけどそうなっていった時になんかまあ一つはやっぱもう自分自身ですら自分が何だかよく分かんなくなっちゃうっていうなんかその混乱みたいなところがすごい この中にこう現れているか,ななんかあの自分もそこせん線は引いてない聞いた中で書き起こしてるんだけど、うん、私という人間は一人ではなく大勢だっていうなんか謎の言葉がメモったんだけどもう意味が分かんないけどあいやでもあのなんかそうだよね人ってことだ,と思うんだよねそう,いうそういうことだよねまさに文人だってことなんだよなっていうふうに思うんだけどうん、うん、いやそうそうなってくるんだよなっていうのと器用に文文人分人って言ってて言ると。 なんかそこに行き着いてしまうのかな,みたいな、うん、あと、これ今回この文人の多分なんかなんだっけ、このさ、ひなさんのこの前期文人主義と後期文人主義って、うん、ウィキペディアでは分かれてるんだけどこれ、はい結、結界は前期文人主義の、まあまず一番最初みたいで文人主義をこう、まさに平野さんがこうドンと出していったうん、うん、初,初期の頃の作品っていう理解なんだけど、うん、なんかその、 面白かったのは、まあ、確かに自分が使い分けるってことなんだけど、その、今回前編を通して言われている裏テーマはみんな文人なんだよね。で、例えばこう、<え>犯罪を起こした犯人側も文人的な感じで。そう。そうね、確かに。そうそうそう,そうあ。そうね。そうね。で、なおかつ、その、例えばその、え,えっと、亡くなっちゃった、殺されてしまったり介さんも、その動画としてみんなに配信されていくわけじゃない 配信されて、で、いろんな人のパソコンの中に保存されていくみたいな表現があって、うん、その時に、その文人としてそこにそれぞれにこう、散らばっていく、涼介みたいな。もう死んでる、うんうん、本人は死んでるから、本体はないのに、文人として散らばっていって、しかもその解釈のされ方はそれを受け取った人たちそれぞれによって違うみたいな。だから、文人って、その発信する側が使い分けてるってだけじゃなくて、受け取る側からしても、 例えば同じ、まあ、破きたくて人間でも、誰かが見た時の破きたくて、他の人が見ときのやぶきたくて、うん、同じ発信してても、受け取りが違ったら、それはまたその違った文人として捉えられてるところがあるんだよな、みたいな。だからすごい複雑な概念として捉えたかな、今回は。あ<ー>より深みが出たというか。そうだね。そう考えると、うん、あの、そもそも、その、えっ、ー、と、悪魔のその、殺す犯人、うんうんうん に見つかるところも、えっ、ー、と、多分その十数年前が、あれでしょうね、ブログ全盛期だったんでしょうね、そうか、今思い出すと。そうですよ。だから動画配信とかブログとかが、全盛期っていうか、むしろこう、先駆け的な。そう,そう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 。今は始,始まって、こ,あこんなことがこんなふうに犯罪にネットでつながって、はいはい、だからこれはさ、確か、秋葉原通り魔事件と関係するって話なんでしょ。そうそうそう。あれも確か、 あー秋葉原通り魔事件も、そうやってこうネットでこうみんなから中傷された結果、はいそ,ね、それを犯罪という形で、掲示板か確か、インターネット上の掲示板で、なんかそのやっぱり辛い思いをした人が犯罪に走ったっていうところで、非常にそことの接点も近いものがあったりまだ YouTube なかったえっで、えー、と動画っていうのがまだ配信できない、3G 時代に、えー、とようやくなんかブログ、 ブログが流行り出して、ミクシーとか、あのうん、アイモードとか、そういう結構先進的だよねなんかその、その当時にしたらね。で、その、この、り介がそれをやって、全く関係のない、知り合いでもない、この犯人がそれを読んでお、お前を殺そうって思った時のあのスタモんでや,やったじゃないですか、なんでお前が選ばれたと思うみたいなのは、でもその、 その思われた理由と、この良介が考えてることって、いや、違うで入っていくじゃないですか。うん、まさにそれが、えっと、良介のブログ上の文人あ実際の自分ともちょっと違う内容も書いてるので、もう本当に結構違う文人が、誤解され、誤解っていうか、自分の思ったこと、文人とは違う捉え方をされて、結果殺されるっていうところまでいってるってことだよね。その,その話でいくと。 まあそうだね。だからそ,そういう意味では、うん、だからやっぱりこう、まあ文人っていうとちょっと分かりづらいけど、みんなそれぞれ自分の都合のいいようにその人を解釈して、都合のようにその人を捉えている。うん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 。だからその捉え方は、まあ、その、しかも、あんたこうでしょっていうふうに言われたときに、 そういう側面もあったりするので、そうじゃないっていうのも言えないみたいなところの葛藤が、この隆の最初の葛藤に出てきてるなっていう気がそうだね。つまりそういう側面もあるわけだよね。でも、それがあんたの全てでしょって言われいや違うってなんだけど、でもその側面もないことはないみたいなところが、うんうん、なんかこの非常にこの兄弟の、<ー>なんていうんだろう、背景に流れてる。 よなそうねえ、なんかねその、その最初の幻覚妄想シーンが、もう結構すべてを表してる感がやっぱあるかなと、そういう意味では思うね、うんあの。もうちょっと文人トークでちょっといきたいなと思うんですけど、結局、ずっとそれがいくと思うんですよ。とはいえ、凌介と貴司の最後の飲み屋での会話。 いやまずそうだなと僕思ったんですけど結構戸惑ってんだよみたいなことを俺は凌介弟である凌介を理解したいっていう思いだし、うん、愛してるんだけど、うん、うまくそれがあの凌介には伝わらなくてこん凌介からしてみたらもうお前何言ってんだよみたいなこんな恵まれた知能でこう生活してきて、うん、で何考えてるか分かんないほ本当はな何なんだみたいなね っていう問いがあったでしょ。うん、いや、うん、あるあるあったよ。こうそこはね、面白い。その後ね、これいろいろ回収されてからすごい面白いけど、あった,あった、うんだ。そこそこでだから結局高氏が戸惑ってるんだけど、涼介は戸惑ってないんですよ。むしろ戸惑っていないっていうか、涼、うん、介はある意味迷いがなくお兄さんはこういう人のはずだ。あ、そうそう、こういう人のはずだでしょ。そう、あんたなのにどうしてこうなっちゃってるんだ。 いいうある意味その文人的なな考えではないんではんすよむしろ、たかしはこういう人、お兄さん、自分の兄はこういうものなのに、なんであんたはこうしないんだみたいな、それがわからないみたいな。うんまあ、だからそ、そのずれ小説なんやな。そう、<て>そこは、ね、究極的にずれてるんですよ。で、それがね、いろいろ回収されていくんだけど、最後の方の。うん これ誰との会話だったかちょっと忘れちゃったけど、これよくオーディブルでこれを自分取ったなと思うんけど、ここがね、接点があると思うんですよ。ちょっといいですかどうぞ。えっと、他者を承認せよ、多様性を認めようと我々は言うわけです。しかし、他者の多様他者性が自分自身にとって何ら深刻なものでないとき、他者の承認というのは結局のところ、単なる無関心の意味でしょう。うん、それ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 。うん、ん線引いてたの。で、だから、多分さ、その、 なんていうんだろう、こう、ある意味、文人って多様性なんですよ。うん、で、で、いいよね、いろんな隆がいていいよっていうのは、その他者の他者性は、特にもうほっといていい人だって、隆が別に誰と不倫しようが関係ないよみたいな人にとっては、単なる無関心でそれはほっといていいわけですよ。うん、でも、良介にとっては、他者の他者性とは言い切れなくて、やっぱり自分のお兄ちゃんなので、うん、そこにその多様性を認めて、いいよ、いろんなお兄ちゃんでいいよっていうことを、 認めるという無関心さにはなれない。そこは、つまり文人的にすごい複数あって、じゃなくて、こうであってほしいっていうところが、どんとある、うん、そこの戦いをずっとこの小説の裏背景としては、やっているんだよね、このやりとりの中であ。そうそうそう。<laughs> あの、ちょっと付け加えていい、うん、あの、例えば、あの、隆が疑われて、あの、須田っていう、うん、あの、なんか若手の、 うん、声張りみたいな、こうすごくあの拷問じゃないですけど、拷問じゃないな、<laughs> えっと、刑事がこうと取り立てていく中で、うん、正体を見せろ、正体をっていうシーンがあると思うんですけど、どそこも、素だ、はいえっと、からしてみたら、はい、こんな不倫、うん、をこんなするやつが、弟を、あおこんなことをするのなか弟なんか殺しても当然だっていうズレですね。そ<う>だから、本当の正体を見せろっていうのは、 うん、もう信じてるわけですよ。こうじゃなきゃいけない。こうこんな不倫するようなやつは人を殺してもおかしくないとかね。かうん、そ,うそ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 う。だから、まあ、ある意味、その刑事さんたちもどちらかというと、そうだよね、そうだよね。で、そのずれだ,、ね、だよね、まさにね。そうんうん、でもそれもさ,さっき言ったような、えーと、多様性多様性でいいんだけれども、うん、こ,こっちの側に入ったことだよね、その刑事からしてみたら。こう、お前が犯人でなきゃいけないみたいな思い込みに入ってしまうっていう。うんうん ことかなそう。それで、まさに、しっていう存在は、その文人的な存在として、犯人ではなかったけど、ある意味、とっても文人的な人間だったわけですね。うんうん、そして、今回の、この本当の犯人、悪魔たち、まあ、いわゆる離脱者たちも、うんうん、すごい文人的なわけです。そうだね。 つまりあの、一人で殺す、もう固有名詞で誰かを殺すんじゃなくて、我々が殺すんだみたいな感じで、うんうん、もうなんかこっちは多数だみたいな感じ。うんうん、その、まあ、その、なんだっけ、悪魔と友也がずっとカラオケボックスで語ってるところがあるけど、実的には私の殺人とあなたの殺人には違いはないみたいな話が出てくるでしょ。いや、あれ、あのシーンなんだよね、この本ね。あのシーンと、その悪魔と、 凌介のシーン。うん、もうこれがもうものすごいんですけど、いや、おっしゃるように、これ僕よく読んで感じたのは、うん、その、結局、俺が殺してんじゃないんだよっていうじゃないですか、ひたすら犯人は。うん、俺という箱が殺してんじゃなくて、俺の中の悪魔が殺してるし、そ,ね、その悪魔はお前に立っているし、みんないる中の一側面であって、その、 だ何,々何々っていう人の名前の個人ではなくて、悪魔が殺しているっていうのをこう解放させる、それを離脱させるっていう意味で離脱者っていう形で、うん、無差別犯罪が起きるように仕向けていくってことですよね。だ,ねでだから文人を解放していいくみたいな でそれがまた、うん、そ,そのなんか叙述的な悪魔とかっていう言葉でここでは行くじゃないですかうん、うん、でところがこれどういう回収の仕方をするかっていうとそこを最終的にパーソナリティディソーダーっていう文人で解決しようとするわけです、うん、つまりその人が悪いんじゃなくてそれはある意味その人ではなく、うん、まあその人の中にあるパーソナリティソーダーが良くないんだっていうある意味文人化していって、うんうん、この問題をある意味 その病態的に解明していこうとするって、解決の仕方終わり終わり方をしてくる。いや。僕はそのそれを読んで、あの平野さんはそこに対する問題を挙げたかったんだと思った。その,の今回ね。結局あのそういうことになってますけど、世の中みたいな。これって僕前なんかでやっ言ったよね。あのその僕精神科の実習でね。 あの学生の頃行った時に、実際、人を殺した人をが精神科で隔離されてるところを見た時に、も,も,もやもやとしたっていい言いましたなんかそこに結構通じてるところがあって、なんかこれって、なんか遺族か遺族じゃない、その,この残された人を犯人の家族からしてみたら、このまあ、 短く精神障害として経営が短くなるっていうか、変な話ですけど、あのか釈放されるっていうか、もう病,病気なんでみたいな、退院させられた時に、家族たまらんよねみたいな話した時の、その違和感が結構ここに通じてるなとか、ちょっと思ったんですよ。で、これ、えっ、ー、と,、えーと,えーと、メインのセリフっていうか、なんかこう、決め、決めなところに、犯罪者は存在しない、犯罪があるだけだっていうセリフがどっかであったと思うんですけど、うん、まさにそうでで。 ICDT の話とかも出てきたと思うんですけど、うん、あれってその、いわゆる統合失調症だとか、うん、あ打つでは、こう、基質的なものではなくて、その起こしたことによって、うん、犯罪を起こしたことによって生まれるのが、そのお対人のパーソナリティディスオーダーだってなるので、起こさなかったらならないっていう感じになってしまうので、無理やり病名をつけられてるっていう感じで解釈されてるでしょう、だからそこに確かに問題はあるのかなと、すごく思ったんですよね。うんうん うんうん、そうだね、だからここを究極的に言うと、この手の問題って実はあのいろいろ普遍的なところであるんだけど、例えばもうちょっとこう、うん、分かりやすい古典的なことで言うと、多分罪を憎んで人を憎まずってことなんですね。で、それってまさに、この罪はいけないよね。 でも、この人が悪いわけじゃないんだみたいな話になるわけじゃないですか。あと、何かのフィードバックをするときも、その人を批判するんじゃなくて、その物事に注目しなさいみたいなことをよくよく言われるわけでね、その人の人格を批判するんではなくて。だけど、結局のところ、実際その何かが起こったときに、それを究極的に言うと、今回、この小説、突きつけてきてるのは、それってセパレートできんのうんうん、うん つまりセパレートの話、ずっと文人の話をしてるんだけど、そこを分けて、これはもうだからパーソナリシティディスオーダー、つまり、まあ、ある意味、この人の中の悪魔がやったことで、この人自身は全然悪い人じゃないんですよ。って、えー、いうことを、って<何>いうことを、<laughs> でもある意味、そういう両方の価値観が実は日本的な文脈でも、それからいろんな今でも残ってる様々なことに関して、そういったことが実はあるわけで。で、究極的に確かに、 ある出来事に関してはやっぱりその人っていうよりはそういうふうになっちゃったことは別にまあ罪は憎むけど人は憎まないでいいよねっていうふうに解決できる問題も山ほどある例えばこうちょっと意地悪されたとかちょっとなんか嫌なことされたとかはまあそういうふうに考えることで理解することはできるんだけどじゃあ究極的に人の命を奪うっていうその究極的な行為をしたそのことまでそれでいけるのかみたいなところがまあだからあの最初罪と許しって言ったのはまさにその許しの部分が 果たしてそうやって解決していくものなのだろうかっていうのが、まあ、ある意味すごい究極的に突きつけたテーマなのかなっていう気は読んでいってしたはい、はい、あのー、このインテリの隆が、それについて、うん、えっと、最終章ぐらいだと思うんですけど、ずっと悩んで、それを言葉にしていくじゃないですか。多分室田との会話だったような気がするんですけど。そうあの室田、室田さん、室田さんって、まあ、もう当て馬だけど、かわいそうだったね最後ね。 だけどさ、あのーなんか室田、室田も本当にちゃんと話聞く側じゃないですか。ぶっちゃけね、何言ってるか分からんわけよあの。普通の会話じゃありえないような内容を喋ってるけど、室田は分かってるじゃないですか、そこであのでもなんか変わってしまったなみたいな感じになっていくんだけれども、でもなんか。 こうこれまでそれまでの長いストーリーを読んでいくと、なんか,たかしの考えは、こっちはね逆に僕は分かってきた感じだったんですけど、何を言いたいかというと、今、許すかどうかっていうのは、個人的でしょみたいな、あくまで。当事者の問題であって、問題は、そこに対する共感が恐ろしいことになってるよっていう。 で、この共感をものすごい否定する本だったんです、これ、共感という刃みたいな話が出てきたと思うんですけど、うん、ちょっと僕なりにこう,こう読んだみたいな感じで言うとあの、まあ、人を殺してしまったやつは悪だみたいなっていうところで、その文人はもうものすごく責められるし、えー、最終的には人を殺してしまったんだから、 あ遺族のことを思うと、お前は死刑になっても仕方がないと。でその、その勢いはもう抑えが効かない。で、これはよくよく考えると、その後の10年間を予想してたような文章にも、もはや今考えると見えるわけ、こう考えるとうん、うんえ。当時はまだブログ時代だったんだけど、その後ツイッターが出ていって、えー、っとこうやって YouTube だっていくと、ものすごく叩かれるじゃないですか、悪いことをした人。 がそんななしして悪したことない不倫は悪とかそれはも,うものすごい人格をこう崩壊させていくようなことなんだけどでも実際起きてることってすごい個人的なことなのにえとそこにこう覆いかぶさる共感の力が共感とかあるいは同情っていう力があーすごく悪を貶としめているんじゃないかでその究極が死刑っていうことに繋がっててで この本実は続きがあって、えー、死刑についてっていう本をこの後多分出されたんですよ、うん、平野さんが。うん、で、そこでかなり回収されてて、うんえっと、結論から言うと、えっと平野さんは死刑反対派なんですね。うん、で、もともと死刑賛成派だったんだけど、死刑反対派になったっていう ことも、実はこの本の内容に結構そこ、そういうことなんだっていうところが隠されてて、今の刃はとどまることを知らないので、隆自身は、はっきり言って、死刑になろうが、無期懲役になって、実際この子供は無期懲役になるかしらない、まあ、構成して出てくるんですよね。まあ、構成をして出てこようが、その後、どういう人生をたどろうが、弟を殺された自分にとっては、関係のないことだ。 構成されて良かったねとはならんよねっていうことが、あるいは死刑になったから良かったね、なんか報われますかって言われると、その憎しみっていうのは絶対に、絶対に何にも変えられないので収まらない。でも、全然関係のない人からしてみたら、死刑になって良かったね、みたいな。っていう感覚になってる、このズレがあるのに、なんかこう、それを なんかこう、遺族のことを考えたら死刑にするのが当然でしょっていう正義が強すぎて、隆、うん、がもし、や死刑じゃなくていいですよって世の中に言ったら、あの人おかしいって言われるっていう、なんかかなりおかしな側面になっているよね、うん、っていうのもそうだし、うん、えと今回はこの刑事が結局5 5 5、5人捜査をしていくわけですよ、結果論的にいくと。うん、で、この、ものすごいわけですよ、要はあの、あの捜査が、 まあ、ある意味、隆を死に追いやったわけですよ、ある意味。加担したに近いわけですよね。よねだから、警察のへのクエスチョンっていうのも、ものすごいものがあったのかなと思うんですよ、実際との取り調べのこう激しさ。で、実際、誤認捜査によって死刑になってる人もゼロではないよねっていう話だし。 って考えると死刑ってどうなんだろうっていうのが平野さんの立場かなと思ったんですけど、まあ、僕からしてみると、まあ、そこまでよくわからないっていうところなんだけど確かにその何て言うかな、まあ、まあ文人を誤認することだったりその一般化することへの共感の違いっていうか単に共感すればいいっていうところとかさっきの、えーとえー、当事者かどうかっていうのはやっぱりすごく大きくて。 でこれ僕らは臨床においても、うん、ね、たくら共感についてこれまで語ってきましたけど、うん、まあ,あくまでどちらかというと、と当事者ではないし、例え、うん、て全然違うわけでもない。とはいえ、場合によっては、あの、刑事ぐらいな役だと思うんですよ。僕らの働き方っていう違っことね。うん、うんうん。だから、うん、その勝手な思い込みみたいなところも含めて、 その共感すること自体の意義っていうところも、ちょっともう一回考え直さなきゃいけないなとか、ちょっと思いましたかね。うん